町の紋章、ネベリスクは、サハリン南部の西海岸に面した都市、ロシア連邦サハリン州に属する、日本統治時代の本都町にあたる。日本統治時代の詳細については、本都町の項目を参照すること。ネベリスクは、サハリン南部の西海岸に面した港町。ユジノサハリンスクから西へ、約キロメートル、ホルムスクから南へ、 約5 0トル北46.673333度、統計141.863333度に位置している。町の人口は1722人。1905年以降の日本統治時代は、本土と呼ばれていた。1945年、ソ連が占領し、その統治下に置かれた。1972年、 北海道稚内市と提携を結び、その友好都市となった。そのこともあり、ネベリスク市内には、稚内通りという名前の通りがある。1983年、大海航空機撃墜事件では、海底に沈んだ機体と遺体の捜索基地となった。南東の郊外にある、日本人墓地には、犠牲者を悼んで、祈りの日が混流されている。2007年、 サファリン西方沖の地震により、被害を受け、約2000人の人々が家を失った。ありがとうございます。